8月6日土曜日18時5分から NHK 総合で放送の夏の大型音楽番組ライブウェールの司会が決定した。去年2年連続となるピアノ演奏チャレンジで話題を呼んだ。そして NHK アナウンサーのが務める。これまで放送した2回は、今こそ音楽でエールをテーマに、先行きの見えないコロナ禍で奮闘する人たちを音楽を通して応援してきた。今回はライブエールの新たなテーマとして明日への一歩を掲げる。テレビをご覧の人たちが明日への一歩を勇気を持って踏み出せるような前向きで力強い楽曲の数々をたっぷり届ける。2020年の第1回は NHK ホールから無観客での生放送。2021年の第2回は101スタジオからの生放送であったため、 NHK ホールに観客を招いての開催は今回が初めてとなる。今年のライブエールは8月6日の生放送。音楽を享受できる平和の尊さに思いを馳せ、アーティストたちが渾身のパフォーマンスを届ける。司会コメント。これまでライブエールは無観客のステージでお送りしてきました。それが今年はなんと NHK ホールにたくさんのお客さん。嬉しさと緊張とドキドキとワクワクが交錯しています。日頃頑張っている皆さんへ、ひととき楽しい夏のひとよとなるよう、歌手の皆さんと共に精一杯盛り上げていきたいと思っています。